竹内さ、竹内ってなんかその、好きな食べ物、何なん竹内？好きな食べ物、うん。ジェノベーゼスパゲティ。普通に、その、好きな食べ物とか何なん竹内って。いや、ジェノベーゼスパゲティは好きだけど、あ、違う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 。ポテトとかも好き。ポテト？ポテトはそフライドポテト好きな。う。やっぱアホやな、お前。ポテト好きな。ポテト好きです。まあ、うまいもんな。あ、まあまあ、そうやな。まあまあまあ、ええや、ええや。なんかさ、ポテト食べるときって、その飲み物とか何飲んでるの？まあでも、お茶が多いかじゃ、お茶？お茶じゃない。いや、お茶じゃないというか、お茶。お茶じゃないか。どういうこと？何飲む？ポテトと。いや、コーラ。コーラ？ポテトとコーラ食べてる。アホみたいな顔して。ほんまお前、おバカキャラやな、おい。もうなんかおつけられ前。そおう。なんい。かつけられそうまな、本た？えって。当に。あってない。おバカキャラ。あれ、出身とかどこやっけ、竹内って。愛知県。いや、じゃあ、愛知県、言えへん方がいいわ。じゃあ、言えへん言えねえやついねえだろ。どんだけバカ方で。がいい。なんかその、めっちゃ、その、誰もわからないような地名で言うとかの方がいいよ。いや、知らんけど。隣駅とかの名前を言ってもらうとかの方がいいかも。竹内さ、出身どこやっけ？徳重。どこやねん、お前、それ。徳重？何県？愛知県。愛知、お前、愛知でって。なんやね、このやらせ。なんで徳重って言うねん、お前。やらせ。ほんまおバカキャラやな。おバカキャラってあんま言わんくて。おバカやなぁならわかるけほんど。まおバカキおャラバやカキな。ャラやなって言わんやろ。じゃあ、なんか問題とか出しちゃおっから。いい？じゃあ、日本で、めっちゃ昔に、鎖国みたいなしてたの。そうで、それを開国してくださいよって言いに来た。いや、ペリ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 。ペリー？ペリ。ペリーやっけ？ペリやろ。お前がギリやん。あれ？ザビエルのやったっけ？サビエルが宣教師や。サビエルが宣教師や。お前ギリギリやんけ、お前のがギリやろ。お前マジで。めっちゃいい勝負やほんまおバカキャラやな、お前。おい。こいつほんま可愛いな。無こ理いやってつよ、ほバんカキャまラ。に。問題です。あなたは、徒競走してます。で、今あなたは2位です。あれ、ちょっ言っちゃとダメなんじゃ間違えた。ない？言っちゃダメなんじゃない？それっおて。前マジギリやな、お前、おい。お前やから。お前おバカキャラやお前な。やから、ずっと。あれ2位は言ったらあかんのか2位抜いたら何位でしょうやろ、な。あ、それ。そっか、ミスった。ずっとやろ。お前、おずっとお前や、ギリな。おバカめ。本当やな、こいつ。じゃあ、なんとか俺だけわかるやつ。はい、じゃあ、問題です。もうすぐ出る、ポケモンの、御三家の炎タイプの名前なんでしょ天気関係ない。う。うわ、わか関らんのじ係ゃなん、い。竹内、これ。関係ないよ、バカとか。わからん、おバカ知やってな、るこかいどうつ。かやろ、そんな。答えてみたら、なんか。ひわに。うわ悔しくない、悔しくない。全然お悔バしくない。全カ然バカじゃない。ほげーたでした。ホゲータね。ホゲータ聞いたことあるわ。おバおバカ。カじゃないよ。ほんまおバカキャラやな、お前。かわいいそれわ。が嬉しいね、それ。危ねえ。